浅いね。もうこれやりきれんですか。今先にね竿出してるしげちゃんとかがすでに飯出すってるんですけど、まあ、30センチあるなしぐらいのお長なんですよね。それでもあのコマ狭いてるとそれより大きいねサイズそれなりにある口太っぽい姿も見えてるんで、それを取りたいですね。当たってこないですね。これなんでだ。当たらないですね。あ、残ってます。残る、ほら残るんですね。さやっぱ眠ってるから。あ、なるほどね。よっしゃ、こいつ、こいつ誰、強い、なかなか。うん、なこれメジナだったらまあまあですよ。うん、よし、メジナだな。取りたいですねこれ。うん、これしっかり取らないとな。メジナかこれ、なんか違うな。アイゴだ。アイゴっすよね。しかもスレがかりのそら強いわね。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。いいの来たなと思いましたよね。ありがとうございます。すいません。ちょっと深いのかな、やっぱ深いんだこれで、すいません、ありがとうございます。もうパンパンですよこれ。見てこれ、でかいアイゴ、でかいアイゴでした。よく引く。なんでだこれ、残ってくるんですよね。と半ピロほど、ハリスの真ん中ぐらいにこの当たり浮き、かや浮きつけてみましょう。当たるな。うん、やりきるぐらいだったら2時台が出ますね。あと1コマスでも多分いける。小さいけどな。小さいけど、やびきぐらいですね。ずっとこれぐらいでやってますよ僕。すいません、ありがとうございます。届くかな。シフトボーイですね。ありがとうございます。すいません。今のさんはでもちょっと深くてね。あ、そうですか。あ、すいません。ありがとうございます。棚こんなもんですよ。うん、腰太ですね。ずっとこれでずっと追い込ませて、かぶしてかぶしてかぶしてですそのうち食うだろうっていうありがとうございます。ビューに入れた。うん、スコッと入りましたね。それでもな、31枚。うん、そうですね。一応キープするかな。ねえそうですよね30ちょっと超えたぐらいですね。あ、すごい、やっぱいい方ですよ。いや、いい方ですね、やっぱね。
あ、こうやってる。いや、本当だ。下の方にいるやつ、まあまあぶっといっすよ。太ってる。うん、太ってますね。うん、いいメジナ。水中機の仕掛けに変えました。アタリ行き水中機ともに B ですね。ハリスは1メートルぐらい変わらず、誘導ひとひど。やべ、女の子来てた。すげえ勢いで持っていったのに、こんな女が。寄り戻しのすぐ下にジンタンの4個のやつ、これで馴染んだら少し絞るかな。よっしゃー、乗った。ああ、テトラ入っちゃう、テトラ入っちゃう。やばい、やばいとこ行ってる。いや、潜られる。ちょっとシエちゃん行きますね、そっちね。まあですね、これ。ああ、いけた。ダメだ、あそこでかけると難しいですね。仕掛けを変えました。針はグレバリの5号、ハリス2号を一拾をちょっと、浮きを0号と00号の間の浮力単体のものに変えました。重りは何もないです。見えてるんですか、魚。見えてます。あ、見えてるね。あーだ、ダメだ。あ、針外れですね。三の字とアイゴなのかあれはいますけどね。あるんですよ。ほら、もう目下見えるもんね。お、ちょっとサイズアップしたじゃん。サイズアップしましたよね。口太っぽいな。うん、口太ですね。口太だ。その棚で当たってるんだもんね。やっぱそんな深くないよな。あ、でもね、今ね、今ちょっとスルスルにしたんですよ。ああ、そうですか。ちょっと入ってきましたよ。2キロちょいぐらいってるんですよ。ちょっとがっつり入られちゃった。うん、これだテトラの方行っちゃったかな。あ、できたできた。オッケーオッケー。
サイズはそうでもないかもわかんないですよね。しかもなんかアイゴっぽくない青虫のやっと。うん、結構なサイズ。まあまあサイズアップしたりしましたよ。口元ですよね。結構強引に。もういいですね。あ、頭の引っ張ったかないでくださいね。こちらの。あ、大丈夫です。全然。オッケーです。ありがとうございます。2、3ぐらい、ね、おー、いいね、なんかね、うん、なんかちゃんとね、元気そうな太鼓のあるやつですよね、うん、ありがとうございます。黒いですね。黒いですね。やっぱこういつきのやつがいるんですね、うん、あそこのテトラの際のところですよ。いいとこ買ってるね。うん、まだいけそうですね。よいしょ。34ですね。いた？え？分かった。おお、すげえ。一瞬ちょっと半信半疑だったけど乗せたよ。だね。ちょっとサイズ良くなったね。多分サイズ全体的に良くなったかもね。いいような気すんね。このな、お、お、口太もやっぱサイズ上がってるわ。いいサイズ、いいサイズ。おお、いいサイズですよ。サイズアップしてきたね、全部。うん。この時間になってサイズ上がってきたかな。これいい方ですよ。うん、うん、これいい方だ。いい方ですよ、これ。触ったんだけどな。いや、サイズ。ねえ。だけどやっぱりまだ渋いことは渋いですよ、これ。なんかあの今こう触ってシューって持ってったんだけど、やっぱ離したもんね。浮きをゼロに変えました。浮きに浮力を持たせて、浮きは固定してますね。浮かせ気味で狙ってみます。よし、上がった。ちょっと行け。よし、うん、あのもぞもぞっていうところからシューって。いやいや、なんか引きは強いけど多分サイズはそうでもないですね。うん、口太かな。あ、お腹っぽいですね。お腹だ。うん、うん、あ、もう本当に一広ですね。ああ外れた。本当に一広だな。いや、針外れですね。触りますよね。触ってます。なんか浅いところでも触るし。
当たりですね。よし、もう外れるなよ。結構もう外れてね。うん、浮いてますね。うん、ええ、決まりました。ただちょっとサイズが分かんないですね。サイズがこのサイズで終わってしまうのかどうかが。今一広ちょうどぐらいですね。もう浮きは完全浮いてます。あ、贅沢は言えないけど、そうそうそう、ね、ただこのサイズに合わせていいのかっていうね。29センチですね。もうこの棚でやってやる気あるやつを待った方がいいですね。ダメだ、根に入っちゃう。根に入った。え、根に入った。入りました。うん、できますね。いやいや、あの辺から一気に来た。もう入っていくの見えましたね。入っていったなと思って、いや多分出てくると思うんですけどね。よし、出た。あ、まあまあですね。焦った。うん、口元ですね。よし、ありがとうございます。よし、うん、浮いてきますね。しかもこれで飲んでるもんな。34。やべ、あのでかいのもしかしたら食ってくるんじゃないのあれ。あいつ食ってきたら結構熱いですよ。よし、あ、これアイゴっぽい。アイゴだ。アイゴも見えてるんですよね。一番引くのはアイゴっすよ。ね、腹パンなんですよね、アイゴが。
そうですけどね、今日は逃がしましょう。シャッターに。椅子積みですね。椅子積みです。ほら、椅子積みです。7枚。7枚。ええ、ああ、いいですね。さすがですね。いやいや。オナガ混じりの。ええ。まあね。これオナガなかなかいいですよね。うん、いいですね。そんだけ太鼓あるとね。ええ。もうちゃぐれになってますよ、これ。ね、本当ですね。ストレスかな、それ。うん。ね、初島。難しいけど。難しいですね。メジナはいっぱいいる。